あなたは日本最強の兵士をご存知だろうか。第二次世界大戦で活躍したその男の名前は船坂弘。不死身の分隊長と呼ばれた船坂は拳銃を用いた戦闘において彼に並ぶ攻撃力を持った生物はいないと言われていた。そして何よりも驚愕すべきは生命力。彼はなんと首に銃弾を打ち込まれても生きていた。今宵あなたは船坂の伝説に驚愕することになる。信じるか信じないかはあなた次第です。ということで、まあ僕らのよく髪切ってもらってる翔健くんの話をしてたんですけれどもすごい入り方トーン動画じゃなかったな最近独立したみたいで気が向いた方行ってみてあげてください。はい、気になった方行ってください、はい、今日は全然関係ない動画です。僕の好きなワールドウォーセカンドの時の話です。うわワールドセカンド、ワールドウォーセカンドっていうのは第二次世界大戦です。戦争好きだって言ったらなんかヤバいやつみたいな風潮マジやめた方がいいっすよ。風化させちゃいけないってみんな共通認識してるはずなのに風化せざるを得ないような立ち回りになってるね。第二次世界大戦の中で何発銃弾を受けても死ななかったっていう最強の男がいるんですよ。やべえやつっすよね。やべえやつ、やべえやつですよね。やべえ人がいるんですよ。その方が船坂弘さん。名前だけ聞いたことあんな。本当に掘れば掘るほどエピソードすごすぎるんで、詳細をお話ししていきたいと思います。はい、お願いします。生きている英霊と呼ばれた船坂弘という人物がいた。第二次世界大戦の最後の戦いであるアンガールの戦いで活躍した旧日本軍の元軍人である。戦時中は不死身の分隊長と呼ばれた船坂弘は銃剣を用いた戦闘において彼に並ぶ攻撃力や生命力を持った生物はいないとまで言われた。彼は銃で撃たれようが致命傷を負おうが本当に生きて戻ってくるのである。ちゃんとこの方はね、日本の戦争の公式記録、唯一の記録、戦死叟書という書物にちゃんと名前が刻まれているような人物です。銃剣持たせたら最強で、致命傷を食らっても生き返る。攻撃と防御がもう最強だったらもう、そりゃもうすごいよね。その安易な想像力が、いや、本当に申し訳ないですけど、安易な想像力が安易だったなと思わされるぐらい、記録がやばいです。正式なやつなんで、この人のそのエピソードに関しても、マジで、こうだったとされるとかじゃないんですよ。こうだったっていう話なんですよ。確定か。船坂は1920年、栃木県に生まれる。農家の家に三男として生まれ、幼少の頃から非常に体が丈夫で、性格も負けん気が強く、その強靭な肉体で柔道や剣道でも多くの好成績を残すなど、強者の才能を持っていた。そんな船坂が20歳の時に軍に入隊すると、その屈強さから精鋭部隊である第36師団へと配属され、さらにその中でもエリートだけを集めた第1大隊に配属された。そのままその後ね、この船坂さんは隊長にまで昇進していくわけなんですけれども、ただここから地獄へと向かうことになります。なんだ？時期的にはドンピシャで真珠湾攻撃を仕掛けて太平洋戦争が勃発するというような時期なんですよ。これがきっかけとなって船坂はアンガウルという地に向かうことになります。そのアンガウルがマブの地獄だった。どんだけ今日本がヤバい状況かっていうのがあんま頭入ってないと思うんで、説明すると、もうこれ44年とかの話なんで、白旗寸前の時期です。どうしようもできないみたいな時期なんですけど、どんだけどうしようもないかが次の数字を見てわかります。この時アメリカはもう絶対に落とすと、ここを落とせればもう日本潰せるということで、死ぬ者ぐらいで絶対取るぞと意気込んでるわけですね。当時のアメリカの歩兵チームの人数が22,000人、それプラス空母も一隻あったり、戦車はもう何十台ってあるような感じで、もう武器とかも超揃いである。本当に白旗上げざるを得ないような状況の日本、なんと歩兵人数1200人。そんな中、その1200分の1に船坂さんがいるわけですけど、もうこっからは映画です。1944年9月11日ついにアメリカ軍の攻撃が開始した。3日間にも及ぶ空爆の後に、ついにアメリカ軍は島の西から上陸を開始した。もはや力の差は歴然、壊滅は時間の問題だった。それでも日本の船坂は動けなくなるまで戦い続けた。笑ってしまうぐらいすごい伝説が今幕開けです。おお。まず敵に奇襲されます。やべってなるじゃん、
うん、ちゃんと隊員たち、仲間たちは秒で壊滅してる中、うん、この中の一人で敵弾頭っていう武器とかを敵に投げまくったりして、うん、敵軍の中に入っていって一人で100人以上を倒して、うん、戻ってきます。戻ってくるんかい。まあ、サクッとしてるけどやばいです。やばすぎでしょ。やばい人が多すぎてさらっと行かなくてはいけないぐらいの人。まだまだ行かせないよ。いや行きます。だってその後倒したっつって戻ってきてすぐ戦車に襲われますから。彼この後戦車とんでもないレベルですから。本当に当然敵の集中砲火を浴びた船坂は多くの傷を残した。最初に敵の資金弾が炸裂し左足の大腿がえぐれ、それでも戦い続け、今度は追撃の破片が左腕数箇所に穴を開けた。この状況にもかかわらずまだ右手があると。うわ右手だけで弾をもう直接こう砲弾を直接ぶつけていくみたいな。で、その砲弾もクソ重いわけよ。右手なんかで扱わない。大人がこう両腕で持ってこう転送するようなやつない。はいはいはい。なんと右腕も捻挫します。もう何もできない。もう無理無理。立ってるのがやっと、いやそれでもすごいぐらい。いや生きてんのがすごい。生きてんのがすごい。この男もさらに想像を超えてきます。おお。なんとその満身創痍の中、重傷を負っている後輩をおぶってで基地まで帰ります。なんでそんなことができるの。おぶられる側どう考えて。さらに帰還の途中で敵兵3人を見つけると、怪我の治療もせずに戦闘を開始した。一人を射すると銃剣を持って叫びながら突進し、もう一人を刺し、残った一人が銃で船坂の頭を殴打するも気を失う前にとっさに銃剣を投げ倒している。しかしね、戻った船坂さんには医者から速攻で黙って手榴弾が渡されるっていうくらいやばいことになってた。なるほどね。もう悪い意味じゃないですよ。当時は本当にそれがその人のためを思う最善の行動だったっていう話なんで、もう生きてるが辛いでしょっていう、相手の捕虜になるぐらいだったとかね、とかこんなボロボロになってんのに苦しんで、あと1時間苦しむならもうねっていうねぎらいの意味なんですけど、もうそれをせざるを得ないぐらいもう見た目はやばいって。それはもう船坂さんも覚悟してたんで理解はするわけですよ。俺もついにこの時が来たかと。でも船坂さん男すぎて、後輩のために水を汲んできてやりたいと。もう本当にさ、最後の最後まで周りのために動くというか。そうなんですよ。だからなんで水を汲みに行ってあげるわけですよね。なんとその水を汲む道中で敵に遭遇する。最悪。なんとか身を隠すんですけど、終わったなと。船坂さんでさえどうしようもできない。もう手榴弾で実験を選ぶっていう選択肢を選ぶレベルだったんです。ああ選んだんだ。自分の人生を別れを告げると覚悟してこうカッてこうここね行ったんですけど、なんと手榴弾が爆発しなかった。よかった。不発弾だ。神に生かされてるやん。そう、そこで自分はまだ死んじゃいけないんだと。死ぬための条件がまだ揃っていないからこうなっているんだと。そこでまた戦うモチベーションになるわけ。俺はまだ死んじゃいけないと。もう映画じゃん。まだ死ねないと同時に彼にはある一つの感情が芽生えたわけですよ。ならば最後に一矢報いて死のうと。それで言うと多分もう100死ぐらい報いてるとは思うんですけど、報いに報いに報いまくってる。報いまくってもなお報いたいってなったらしいです。そこで最後に自分で決めたのが人間手榴弾。特攻隊の徒歩バージョンですよね。ああそっかそっか。船坂は手榴弾を6つ体にくくりつけると、もはや立つこともできない体で這いながら単独で司令部を目指した。体を引きずりながら進み崖を這い、ついに4日目に司令部から20メートルの位置にたどり着いた。すでに意識は朦朧で両目はほとんど見えなくなっていた。そして最後の気力を振り絞って走り出すも、そのスピードはもはや歩くより遅く、すぐに敵に発見され銃撃が飛んできた。それでも足を止めずに走り続けた。司令部は目前で、彼は手榴弾を起爆させるだけだった。しかしアメリカ兵の放った銃弾の一発が船坂の首に命中してしまう。彼は手榴弾を握りしめたままその場に崩れ落ちた。アメリカの軍医は船坂を病院に搬送すると、兵士たちにこれが腹切りだ、日本の侍だけができる勇敢な死に方だ、日本人は皆最後は狂人となって我々を殺しに来ると語っていた。
執念すごいとかいう次元じゃないわけですよ。そうだね、すごいなんて言葉で言っていけないぐらい、我々ごときの感性や能力で、ね、うん、測っちゃいけないレベル、いやそうだね、エグすぎて本当に忘れちゃいけないと思うわ。うん、それは間違いないです。うん、ただ沢坊さん勝手に船坂さんをしてるんですが、船坂さんは生きてます。え、まだ、いや、アメリカの医者がこう、船坂さん見せて、船坂さんを見せたのは捕虜として捕まって、え、まあ捕虜かどうかわかんないですけど、とりあえず捕まって生きてたんで治療をしてくれたから、その話がなんかさ、首打たれたよね。最後に致命傷となる首への銃弾を食らって倒れ落ちましたと、そこまでは話しました。亡くなった話はしてません。一応ね、これは戦争をね、勉強すればわかるんだけど、意味のない人たちをむやみにそうとはしてない時期とかもあるわけ。だからなるべくね、その敵国の人だろうと助けて、その後いろいろ情報を聞くとか、はいはいはい、捕虜にしちゃうっていう悪いパターンもあるんだけど、まあ、悪いっていうか、もう何が悪いって何がいいとかないんだけど、先生は各々の正義があるんで、ちょっと表現が難しいんですけど、まあ一応そういうのは全然あったなということで、意識はもちろん不明とはなるんですが、3日後に蘇生します。うわー、強っ。ただ船坂さん見ての通り、もう愛国心やばいんで、めっちゃ反抗的なわけ。あー、はいはい、病院の機材とかもバカ壊したらしくて、すんげえ反抗的だったんだけど、とある人物との出会いが船坂さんの人生を大きく変えます。何クレンショーさんというアメリカの医者さん、その方が、まあ、あれ狂うね、船坂さんに対して、君が生きないとどうやって日本を再建するのと、日本のために生きてくださいと言われたんです、簡単に。それによって全てを理解して、暴れることもなく戦いに幕を閉じた。え、じゃあ生きて帰れたの？そうです、船坂さん生きて帰ったんです。そしてなんと2006年まで生きていた。え、あ、そうなんだ。ほんと？ちゃんと聞きたかったよ。ね、もっと早く YouTube 普及していれば、この話をもっと鮮明に船坂さんから聞けた可能性があるわけ。直接ね、本当に。なんと皆さんゆかりの地で船坂さんはその後生きていたんですよ。ゆかりの地？スクランブル交差点に本屋さんあるの分かりますか？あーあー、はいはいはい、商店街のとこだな。うん、あの本屋さんが船坂さんが立ち上げた本屋さん。あ、そうなの？あそこを手にして経営をしていたんです。あ、そうなんだ。ってことはじゃあ今もこの一族の人たちがやってる可能性がある。あ、そうだね。本屋さんを開いた理由も、自分のこの経験とかそういうことを伝えたくて本屋さんを開いたらしいです。ああ、そうじゃあね、ちゃんと多分クレンショーさんとの約束を守ったんだよね、この人。そうだ、もうクレンショーさんの言う通り再建したわけだ。うん、再建に大貢献してるでしょ、あんなとこで本屋開いてる。マジで何十年という歴史の中で、どんだけの人があそこから本買ったと思う。いや、マジで熱すぎる。いや、一人の軍人さんのお話でした。いやー、素晴らしい話だ、本当に。めちゃめちゃ気になる。愛国心ある日本男児が、そのアメリカ人によって変われるっていう、なんかすごいよね。そこもすごいよね。最後のお話をしたら皆さん泣いてしまうかもしれないんですけど、本屋さんを建てて作った資金ですよね。これでアンガウル島だったりグアムとかだったり激震地となった場所がありますよね。その場所に一個一個出向いて骨集めとかもして、慰霊碑とかも全部自分のお金建てる。うわぁ、もうなんて人なんすか。絶対に国のリーダーをやるべきだった人で、間違いない。こういう人をなるべくちゃんと早く見抜いて、そういう人リーダーにするっていうのは僕らでできることなんですよ。そのために投票があるので、そういうところも活かしてほしいですよね。逆に言えば、間違った人を選べば選ぶほどとんでもない国になっていくと。どの人が本当に一番日本のことを考えてくれてるかを見極めるのは僕たちの仕事なんですよ。ということで、まあ最後のね、この人の名言があるんですけど、まだまだね、島自体には数々の遺骨が眠っていると。それを収骨するまで私は死ねないという名台詞も残しています。うわ、もうやってきたことが全てその言葉に詰まってるね。本当に会ってみたいなと思いました。はい、もう多分長々としていて終えなくなっちゃうんで強制的に終わりたいと思います。はい、本当に素晴らしい人だと思いますんで、はい、ぜひ皆さんも語り継いで、そういうかされないようにしていきましょう。少しでも心動いた方、感動した方、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビーヌ。バイビーヌ。バイビーヌ。